事勝利を収めました佐藤栗子選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。さあまずは選手とこう隼人選手ですね、はい、やってみてどうでしたか。いやもうなんか気持ちがある選手、うんうん、ゴリゴリする選手だとは、はい、まあ、思ってたんですけど、うんうんうん、まあもうちょっと本当ちょっと倒そうと思って。ああそうだったんですね。力みすぎちゃったっすね。結構グリコ選手が出てるイメージがあったんですけど。あそうですね、もうちょっと早い段階で倒そうかな、うん、倒したかったんですけど、はい、ちょっと力みすぎました。あなるほど。結構あれですかね、サウスポーとオーソドックスで来る選手で、あなんかそうですね、まあ、ね、そういうイメージは全然なかったんですけど、はい、まあ、サウスポーにしてましたね。してましたよね。結構こうハイキック打ってくる選手で。あ確かに、うん、なんかやりづらさとかはありました。いや、やりづらさとかは特になかったですけど、うんうん、単純に僕がちょっと微妙だった、うん、あそうなんですね。結構これ意外ともらってたんですね。ハイキックですね。多分ハイキックはなんか足のこう、まあ効いてないんですけど、はい、つま先がパッてみたいな、ちょっとストレスあって感じ。切れないとそういうちょっと膨らんだりとかしちゃうんです ね、 ですね。逆に治るのが大変そうな。確かにはい、結構最近試合多いですよね。そうですね、この前7月だったんで。そうですよね、RWS あって、その前もずっとボム。そうですね、6月もやったんですね、うん、どうですか、こう減量とか大変なの。いや、意外とあの短い方がこうリバウンドが少なくて。あー、じゃあ、まあ、体的には楽。そうですね、楽、まあ楽でもないですけど、まあ、うん、まあって感じです。でもダメージとかもありますもんね、試合して。そう、まあそうですね、でも全然大丈夫です、うん。え、今34ですもんね。そうですね。でも同い年なんで。あ、そうなんです。平成2年です。あ、そうです、そうです。うん、今何年ぐらいやってるんですか、ムエタイは。プロになって10年目とかですね、多分、おそらく。へぇー。9年目、10年目ぐらいだったと思います、うんうんうん。どうですか、この、ずっと変わらず、この体力とか。そう、まあ、体力とか逆に、なんかこう、やっぱ、戦い方が上がってくると、分かってくる。配分とかがあるんで、まあ、体力とかは全然落ちてる気はしないです、ね、あすごいですね。なんかこうやっぱあれですか、精神面的にもこう慣れというか、もうあれ強くなってる感じですか。結構ボクシング最近結構やってるんで。あそうなんですね。ジムボクシングジム行って、はい、技術パンチの技術は、まあ、前より全然あへ上がってるなって感じです。これからなんかあれですか、ムエタ以外にも。いやパンチを強くするために。そうですね、ムエタイ、まあ、もともと僕あの最初は、はい、デビューはムエタイじゃなかったので。あ、そうなんですか。そうですね、最初何て言うんですか。最初はライズっていう団体です。あのえ、そうなんですか。デビューはライズですね。あ、そうなんだ。で、途中からそうです、あのボムになって そうです、そこからほとんど。で、そうですね、まあ、ジムの会長はそのムエタイの選手なんで。あ、なるほど、なるほど。そうなんですね、はい、え、じゃあもうこの肘とか最初は、まあ、一発持ってないですか。あ、そっか。試合中一発持ってない。嘘打ってないな。打ってないです。そっか、パンチ、そっか、パンチ結構してるからしてると思ってたら。正直練習もあんまやってないです。あ、そうなんですね、はい、そっか。え、こう自分はやらなくてもこう、まあ、相手がやってくる分にはまあ、まあ一応そういうのは一応練習、まあ、練習はしてるけど、練習っていうか、まあそうですね、あ、まあ反応する感じなんです。はい、え、すごい。そうなんですね。そうそう、もう本当やった方がいいですか。やらないんだえ、そうなんですね、はい、なるほどなるほど。え、すごい面白い。え、これからなんかこうどうしていくとかありますか、これからの試合とか。いや、どうし、もうと目標みたいな感じ。目標はもうとりあえず、うん、もう勝つことに考えていく感じです。もうじゃあ試合決まったら一つずつ。そうです。もうそうです。で、もうちょい選手としての知名度も上げたいの、うん。もう結構上がってません？もう。いや、そんなことないです。まだまだです。全然。じゃあそこをちょっと目標にしてって感じです。はい、じゃあ最後、ファンの皆様に来た方お願いします。はい、これからももっと、強くなる。まあ、ここから、まだ、ね、もう34ですけど、全然レベルアップするんで、はい、これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。見事勝利を収めましたグリコ選手でした。おめでとうございます。